FIFA22 キャリアモード北海道コンサドーレ札幌編やっていきたいと思います。今日はアジアコンチネンタルカップの2試合目、アルイティハド戦をやっていきたいと思います。アルイティハドも初戦勝って勝ち点3取ってるので、勝ち点3取った同士の対決ということになります。ホームゲームですね。今回は今日は前回イグアイ選手スタメンで使ったんですけど、今日はイシャク選手でいきたいと思います。あとは変えるとこは、中野小次郎選手使っていこうかな。前回サイドバック進藤選手だったけど、瀬古選手っていう感じでやっていきたいと思います。ボランチもどうしようかな。今日は高峰選手でいってみようか。この辺の選手。ちょっと若い選手も使っていこうかな。中島選手あたりをちょっとサブに入れてみよう。よし、こんな感じのメンバーでやっていこうと思います。いきましょう。キーパーちょっとモロゾフ選手ベンチにしよう。この試合勝てばかなり結構大きいと思うので、メンバー変えても、いい選手いるんで大丈夫だと思います。全然ダメだ。ナイス。打たせてくれんのかい。お、今、あれダメなの？今のいいじゃん。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。イシャク選手が。注目のカードとなったこの一戦、見届けようと集まった大勢のサポーターでスタンドは埋め尽くされています。実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。グループステージのこの一戦、福西さん、会場はすでに興奮のるつぼと化しました。今日も激戦になりそうです。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。イシャク選手が背番号11から49に変わっておりますので、よろしくお願いします。チャンスになりそうです。いいシュート。今のは一点献上していても仕方ない状況でした。このチームにはもともと49番だったんですけどね、戻したみたいな感じです。去年は11でした。サイドにスペースがあります。さあ上げたい。いけない。さあこれは強いボールをしっかりキープ。ここからどうするのか。危ない。うぅ、ナイス。危ない場面でしたが危機は出したようです。よし、来た。あの状況で失点せずに済んで、サポーターは胸をなで下ろしているでしょうね。お、ナイスナイス。また相手にチャンスを与えないように。うわ、左行きたかったの。引き寄せたいところです。オッケー。ええー、シュート打っちゃった。すごいボレーでしたが枠には飛びません。思い切って狙いましたが、さすがに難しすぎましたね。このメンバーだとキャプテン瀬古選手になるのか。注目はやはりこの選手ですね。なんか適当に、なんか選んでないで自動で決まりました。この前の試合は素晴らしい出来でしたね。2ゴールは見事でしたよ。今日はマークが集中するでしょうね。キーパーに近すぎたようです。タックルエグい。ボールはタッチラインを割ってスローインです。ナイス。これはいいパス。注目のハムシクです。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。来た。ナイスパス。来たぞ。これは来た。うーわー、あ、ほんとね、入った。うーわーっつっちゃったけど。ナイス、ハムシ。イシャク選手のところでループシュート狙ったんですよね。よし、とりあえず先制点。ナイスナイスナイス。
半袖ハムシック。タックルを受けています。タックルが決まってボールを奪取しました。もういいんじゃない？来た。マジか。決まるかと思いましたが、コースをうまく消されましたね。ゴール前、期待も高まります。さあ、クロスか。ディフェンダーをうまくかわした。あぶね、うー入った弾いたのに。素晴らしいテクニックです。すごいのが決まっちまった。カメラ近い。リプレイを見てみましょう。すべてはこの突破から始まりました。フィニッシュはニアサイドを狙ってきました。キーパーはノーチャンスでしたね。くそー、もういいんじゃない？あー取れそうだった。あーこれはやばいぞ、数的不利だ。うーわー回った。マジか、キーパー弾いてんのに入るパターンが続いた。最後スライディング行ったんだけどな。マジかよ。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。キーパーをよく見ていたんでしょうね。ナイスナイスナイス。いやずれた。これは見事なインターセプト。イエー。サイドを攻め上がります。ここにスペースがありましたね。あ、なんか強いぞ。チャンスにできるか。また危ねえ。危ない。頭で狙ってきましたが、ちょっとやばい流れになってきてるぞ。うわ、行かせません。タックルで止めました。結構金子選手のところで行くのがバレてんな。パスを2人で交換します。やべ、うわー、このゴールでリードは2点に開きます。リプレイを見てみましょう。まあ、今のは入りますよねっていう。くそ。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。注目のハムシクです。ホームチームがボールを持つ時間が多くなっています。問題はほとんどチャンスを作れていないことですよね。ポジションも大事ですが、得点しないと勝てません。もっと縦のパスで前にボールを入れていきたいですね。よし、決めよう。まずは1点返し。OK、ナイス。ポストに当たって入りました。ハムシック2点目。すぐに点も取り返しましたね。失点直後でしたが、うまく気持ちを切り替えて攻めました。よし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 。若干無言気味になるときはもう集中してるっていう感じなんで、すいません。インターセプトします。やばい、これもやばいぞ。これはチャンスです。ナイスキー、ナイスキー。うわー、もったいない。よしよしよし。あ、ファールと。うわー、危ない。その前のプレーがイエローね。1点リードのまま、ここで相手を突き放しておきたかったでしょうね。確実に決めておきたい場面でした。ファールした選手の元に主審が近寄ります。イエローカードが提示されました。アディショナルタイムが1分追加されました。危ねえ。うわ、やばい。狙える位
ナイス。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3。ビハインド。仕掛けてきました。どうしよっかな、変えよっかな。ツートップ行ってみよっかな、禁断の。変えるとしたら誰だ。まあこうなるか。ハムシック選手をボランチに持ってくるっていう。うん、こうかな。宇佐美選手入れてみっか。これでいってみます。かなり攻撃的になっちゃった。とりあえず同点だよな。パスをつなげて相手の出方を伺います。やべ、あ、ナイスキー。なんでかなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。ナイスターン。ゴールキーパーが素晴らしい仕事をしましたね。よく止めました。オッケー。うわ、なんでこれ。いいタイミングでカットしました。うわ、いいプレー。ちょっと勝負かけるの早すぎたかな。いや、打ち合いに持っていくしかないぞこれは。ここ弱いもんな。エドゥアルド・サルビオですが、フランクフルトへの移籍が決まりました。ああ、まで所属していたクラブは、選手の実況からすると移籍先のクラブ側にとってかなり有利な条件で獲得できたんじゃないでしょうか。本来もっと移籍金を払わないと成立しない契約だと思います。相手ボールになりました。ドリブルで持ち込んでいます。来た、ない。うわー、マジか。あの距離のシュートによく反応できましたね。キーパー来た。うわー、触って触ってよ。そこ、ここは頭で合わすも枠には行きません。ディフェンスのチェックが効いています。高いパスで裏を狙います。チャンスになるか。この時間はブロックを作って守っています。見事なスルーパス。スルーパスが通るかと思いましたが、キーパーが素早く前に出ました。いいプレスです。ボールを奪いました。やべ、絶妙なパス。勢いが止まりません。これで3点差です。強いわアジア。まあ、ちょっとイシャク選手変えて中島選手入れてみようかな。プレスがよく効いていましたね。ボールを取り返してからゴールにつなげるまでの展開。アジア強え。サブの選手がピッチに向かいます。マティディのパスはカットされました。ナイス。いいボール。いいよ。おー、ナイスナイスナイス。いいね。中島選手いいね。顔は似てないけど。映像が来ました。クロスの精度が非常に高い。最後はドンピシャのヘッド。お手本のようなゴールでしたね。ナイスナイスナイス。両チーム合わせて大量のゴールが生まれています。 OK、 ナイスカット。来た。裏へのいいボールです。
おしよ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 し。中島選手またアシストも決めましたね。またもや決めてきました。完全にペースを掴んでいます。この決定力はよし、まだいけるよ。決めるところで決めてきますね。ドリブルで前に運びます。ディフェンスの前に出た。ナイス。組み立ては良かったんですが、ここでボールを失いました。オッケー、ナイスナイスナイス。いいね。宇佐美貴史、もういいんじゃない。コンサドーレ札幌のうまい。来た。ああ、ずれた。チャンスを伺います。ボールをクリアして危機を逃れました。やべやばい。うわー、チップシュートでゴール。誰もいなかった。あえてキーパー出さない方がいいのかな。いいカウンターでしたね。ボールを奪って一気に攻めに転じました。出すとループシュート絶対打ってくるからだな。ループシュート、キーパーが前に出ているのをよく見ていましたね。冷静でした。ここでスローイン。ナイス。味方がサポートに来ます。ここはカットされました。攻撃失敗です。取れる。ナイス。あ、取れるよ。あ、マジか。あ、オッケー、ナイス。ボールを失います。よし、来た。スルーパスを狙いました。2点ビハインドの中、うわ、マジか。キーパー弾く。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。おし、ナイスナイス。効いている。おっと、これはよっしゃ。1点差となりました。さっきから監督もせわしなく選手に、やべ、バグった動きになっちゃった。終盤ですがまだ結果は分かりませんよ。確かにシュート自体は悪くないですが、どちらかというとキーパーのミスが招いた失点な。あと1点いけないかな。なんとか 6-6 でもいいよ。なんだ6-6ってスコア。おっ、きた。うわー、マジか。これはキーパー行っていいんじゃない？ダメ？マジかマジか。うわー、そのキーパーの出す判断がダメだ。66が6636が、あ、やべ。これはいいボールだ。これは決めたい。ナイスキー。ピンチをしのぎました。スーパーセーブです。あの至近距離で反応するとは大したものです。これはキーパーを褒めましょう。中に入れた。これはキーパーが何と。最後、攻めよう。コースが少し甘かったですね。さすがにあれは決めさせてくれません。いやー、終わっちゃった。試合終了です。いやー、いきなり2試合目にしてバカ試合でしたね。ホームゲームでこのスコアか。ちょっとな、失点減らすって言った割にはめちゃくちゃ7失点もしちゃった。厳しい。12本打って5点と16本打って7点か。いやー、ちょっとな、何とも言えない試合になっちゃったな。勝ち点3が2チームで勝ち点6が1チームか。うん、まあ次多分公衆戦だと思うんで、確実にここ勝って、まあ歩いて肌にちょっと抜けられたから、次勝ちたいと思います。それしかない、抜けるには。まあまだね、
可能性は全然あるんですけど、結構有利に持っていくためには次勝つしかないと思います。ということで今日も1試合のみですけど、ここで終わりたいと思います。まあいきなりバカ試合をしてしまいましたけども、まあこういう試合もやっぱり多くなってくるのかなと思います、今シーズンもね。ということでここまでありがとうございました。また次回お願いします。失礼します。